ローザ様、私たちは後宮家にお仕えする家具です。私ども信用されるもされないもまた私どもの預かり知ることではありません。たとえどのようなご評価をいただこうとも、最後の時までお勤めを続けるのみでございます。あなたは本当に使用人の鏡ね。お父様が心を許すのもよくわかるわ。そんなあなたまで疑わなくてはならないなんて本当に心苦しいわ。私は信頼の証としてこれを預かっていると信じています。それを失ったなら、これをお返しするのは当然かと思います。それはいい判断ね。今日何度もあなたたちが疑われてきた最大の根拠はこのマスターキー。それを手放せば疑いが晴らせるのではないかというのは初歩的ではあるけれど、まあ悪いことじゃないと思うわ。二人とも、マリア、その手提げを貸しなさい。わあ、返して！これで満足かい？ローザおばさん、これでマスターキーはローザおばさんが持つものだけだ。これで満足なんだろう？ええ、満足よ。たとえ全員が信用できなくても、私は私自身だけを信用することができる。その私が、銃とマスターキーを独占できた。これで私はもう誰も疑わずに済むの。あなたたちも嬉しいでしょ？これでもう疑われずに済む。は魔法で扉を開けられる。鍵なんていらない。そんなもの誰が持っていたって持っていなくたって関係ないんだよ。その笑い方をやめなさいっていつも言ってるでしょ。なーに、バトラ君。もう、よしてくれよ、ローザおばさん。マリアが、正しかったんだ。何を言っているの？マリア、疑って悪かった。信じなくて悪かった。バトラ。全部、魔女の仕業だったんだ。仕業だったんだよ。トリックとかミスとか、どうでもよかったんだ。ただ、ベアトリーチェっていう魔女が実在して本当に魔女だっただけなんだ。それも俺は信じなかったから、こんなにも苦しくて悲しくて。バトラはベアトリーチェを信じてくれる？ああ、信じる。ベアトリーチェはいるんだ。そして不思議な魔法を使う魔女なんだ。バトラ、それでいいんだよ、バトラ。ベアトリーチェは、いたの。バトラが、なかなかそれを信じられなかったから、見えなかったの。魔女はいるの。いる。もうすぐ来る。バトラは、
ベアトを信じてくれたから、きっと黄金鏡へ招かれるよ。もうすぐ、もうすぐだから。もう、何も怖くない。怖くないよ。マリアと一緒にお手手をつないで、ずっと一緒にいよ。一緒に、碑文の謎を考えよ。ベアトの問題を考えよ。ベアトは、最初から言ってるよ。この問題を解いて遊ぼうとしか、言ってないよ。ああ。そうだったんだ。犯人探しなんて。全くの時間の無駄だったんだ、俺たちは。信じればよかったんだ。マスターキーはお返ししましたが、私どもの後宮家への忠誠は変わりません。客前は言うお許しがない限り立ち入りません。どうかローザ様も客間を内側より施錠なさってください。本当に殊勝な人ね。台風が過ぎ去ってこの島に再び海猫の鳴き声が戻ってきたなら、私たちは再び互いを信頼し合えるのかしら。もし再びの信頼を賜えるのでしたら、これに勝る喜びはありません。そうね、海猫の鳴く頃に。この部屋は警察が来るまでこのままにした方が良いでしょう。ローザ様、施錠をお願いいたします。私たちは厨房へ戻ります。何かございましたらいつでもご用命ください。ありがとう。あなたが狼だったならなんてシャーシャーとのたまうのか。そしてあなたが羊だったなら、あなたを狼の檻に放り出してごめんなさい。家具は家に運命を委ねます。命を落とすことになろうとも、それによってローザ様の信頼を再び勝ち取れるならば、それはとても光栄なことです。できることならば、あなたたちが台風が過ぎ去るまで元気でいることを願っています。これはすべて台風が奏でる暴風と降雨の協奏曲。もう行ってちょうだい。私たちは再び手を取り合えるに違いない。海猫の鳴く頃に。私も厨房に控えております。何かございましたらいつでもご用命ください。温かい食事をお望みでしたら、いつでもこの豪田最高のお料理を用意させていただきます。ありがとう。あなたには明日の朝食を頼みたいわ。明日の昼前には船も来るでしょう。今までありがとう。六軒島で唯一の楽しみはあなたの食事だった。かしこまりました。この豪田最高の朝食を用意いたします。どうか明日の朝を楽しみにしてください。ありがとう。シャノンちゃんも明日の朝に美味しいコーヒーを飲みながら仲直りをしましょう。ジョージ君、僕も彼らと一緒に行く。いいんです、ジョージ様。どうか客間にお戻りになってください。もうマスターキーは他にありません。だからローザ様とご一緒に客間にいれば誰にも脅かされません。そうね、そういうことになってる。客間に私と一緒にいるのが客観的に考えて一番安全だと思うわ。でも無理に一緒にいろとは言わない。ジョージ君はジョージ君の安全だと思う場所にいればいい。ジョージ君ももう大人だものね。明日の朝までどこで誰と過ごそうと自由だもの。そうさ、僕は僕の判断で誰と夜を過ごすか決める。あ、兄貴。バトラ君はローザおばさんと客間にいるんだ。きっとそれが一番安全なんだ。客間の外は
それに比べたら安全ではないと思う。なら、そんな場所にいる彼女を、僕は一人にしておけない。俺は、決して、シャノンちゃんや他の使用人を、いや、誰かを疑ってるわけじゃないんだ。誰も疑いたくないんだ。遺産？黄金？そんなのくだらねえじゃねえかよ。そんなので殺し合いなんて、あるわけねえじゃねえかよ。うん。バトラ君の心が美しいことは、僕が一番知っている。誰も、君を責めない。誰も。兄貴。大丈夫。バトラはマリアが守る。マリアと一緒なら、ベアトリーチェでも手出しできない。だってマリアは、ちっちゃくても、魔女だもの。うん、マリアちゃん、バトラ君を、よろしく。さあ、シャノン、行こう。はい、ローサ様。それでは、失礼させていただきます。ご用命がございましたら、いつでもお呼びつけください。さっきはひどいことを言ってごめんなさいね。明日の朝まで許さなくてもいい。でも明日の朝になったらもう一度謝らせて。はい、ありがとうございます。何も信用できないわよ、カグどもが。そんなこと言うんだよ。マスターキーは5つで全部。そんなの誰が信じるの。どうせ複製の鍵があるに決まってるのよ。彼らが懐から鍵を出したくらいで信用なんかできるものか。そりゃあねえぜ。その鍵を置いたってのはよ、単に鍵を手放したってだけじゃねえ。あんた、彼らの今日までの苦労全て台無しにして怪我して踏みつけて、その挙句としてその鍵を手放させたんだぜ。その捨て台詞はなんだよ。ここまでしてみせてなおまだ信用できないってのかよ。マリだぜ、あんまりだぜ。そんなのって悪魔の証明なのよ。マスターキーは全部で5つ。そんなこと証明不能なのよ。マスターキーが5つあることはここに置けば示せる。でも5つ以上存在しないことは証明できない。そんなことは悪魔か魔女にしか証明できないのよ。もうやめてくれ、もうやめて。頼むよベアトリーチェ、まさか現れてくれ。そしてローザおばさんに明かり、マスターキーは5本しかないって言ってやってくれ。頼むよ、5章だよ。悪魔にしか証明できないんだよ。魔女のお前なら証明できるんだよ。頼むからベアト、ここに現れて。ローザおばさん、マスターキーはそれで全部だから、もうみんなを疑わなくていいんだって教えてやってくれ。マスターキーは5本しかない。マスターキーは5本しかない。これはどうしたことか。わらわがいくら口にしてもローザに届かぬ。どうやらわらわの存在を否定しているやつがまだいるから聞こえないみたいだな。後ろ宮バトラー、認める、認めるよ。お前はいる、いる、確かにいる。だから五章だよ。もうこんなのはやめてくれ。もうやめて、もうやめて。言葉だけでは届かぬぞ、態度で示せ。わらわの家具になる子、心から誓え。できるか。服を脱ぎ裸になるんだよ。そして両手をついて地に這え。着衣は霊長にのみ認められた証だ。貴様は今から家具になるんだよ。だからその資格を失う、当然のこと。そしてひざまずけよ。
わらわの靴に舌を這わせろ。できるか？できるんだよな。そうしたら現れてやるよ。後で言ってやる。マスターキーは5本しかないってローザに言ってやるよ。ああ、でも分かってる。誇り高きお前にプライドを捨てられるわけがない。それでもいいんだよ。十分なんだよ。ちょっとグラーってきただろ。靴を舐めてもいいか一瞬思っただろ。すぐにそれを否定して自分を恥じただろ。その表情が見れるだけで最高に素敵な気分なんだよ。ざまあねえ顔だよ。鏡で見てみろ。裸になって靴を舐めてる最低なお前が映ってるぜ。見えるかよ。後ろ見やバトル。